番号5810番です。第9号議案、東通り原子力発電所建設の中止について、その趣旨説明をいたします。我が社は青森県東通り村に原発を2つ建設する予定で、1つは3年前の1月に建設を始めましたが、2ヶ月後に東日本大震災が発生し、工事を中断しました。実はこの敷地内に活断層があるのです。我が社の隣には東北電力の東通り原発がありますが、この敷地の断層が原子力規制委員会で耐震設計上考慮すべき活断層であると認められました。隣接する我が社の所有地にも同じ断層が伸びていて、同様に活断層であることは明らかです。福島原発や柏崎刈羽原発と同様、ここは原発を建ててはいけない場所なのです。また原発はコスト面でも問題が出てきています。今月、改正電気事業法が成立し、電力の小売りの全面自由化がスタートします。私たち一般家庭も契約する業者を選ぶことができるようになります。原発の電力は安いと宣伝されてきましたが、実はこれも神話です。巨額の税金を投入して安く見せかけています。本当はとても高くつきます。原子力発電の生産コストには原発で発生するゴミの処分や事故を起こしてしまった時の賠償の費用などもきちんと計算に加えるべきです。一足先に小売りが自由化された大口の需要化はすでに大量に我が社から離れています。未だに神話を信じさせられている中小企業も、時期に目が覚め、原発以外の電力を選ぶでしょう。8割を超える人々が脱原発を支持しているという現在、原発で作られた電気を誰が選ぶでしょうか。原発を持つ電力会社は、とんでもない経営リスクを抱え込んでいるのです。幸い我が社の東通り原発は、震災以来工事がストップしています。そこで株主の皆様に提案します。東通り村での原発建設計画は中止し、再生可能エネルギー関連施設を作りましょう。例えばバイオマスで電気を起こし、排熱を地域に供給して地域に喜ばれる企業に生まれ変わりましょう。すでに我が社は電力の小売を全国展開すると正式発表しました。東通りで発電した電力は遠く離れた首都圏まで運ぶことなく東北で販売すればいいのです。はい、